こんにちは、マッキー・チーンゴの動画チャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は野球動画の撮影をするときに心がけていることのいくつかを紹介します。今までにたくさんの見逃し三振を取ってきました。取り始めた約20年前は腕前も機材も不十分で画質が良くないバッターボックス付近だけの短時間動画を撮影していました。10年ぐらい前からは機材が良くなりました。高倍率ズームや手ぶれ防止が強力になり画質が向上したのでマウンドからバッターボックスまでの広い画角にして撮るようにしています。近頃はデジカメではなくソニーのビデオカメラを使っています。やや重いのが欠点ですが重心のバランスは撮りやすくて動きが滑らかです。バッテリーの持ちも良いです。一方でカメラに追いつかないのが腕前です。それでもたくさん撮るうちに気がついたり工夫したりしていることがあります。カメラが重いので一脚を使っています。一脚を使うと上下方向のブレを防ぐことができます。一本足なので前後や左右のブレは防げません。これも持ち方や構え方である程度の対策ができます。まず一脚は長く伸ばして床に設置させます。カメラの画面は自分の口元ぐらいの高さにします。前の席の観客さんの頭より高くします。最後列に座れば後ろの観客さんに気兼ねせず高さ調節をしやすいです。自分は右利きなので右手でカメラのリモコンを持ちます。リモコンでは電源や録画のオンオフズームの操作をします。左脇を締めて左手で一脚の上部を持ち一脚を右膝の内側に押し付けるようにします。これで地面右膝左手の3点支持になりぐらつきをかなり防ぐことができます。投球時はマウンドとバッターボックス間の画角固定で撮影しています。2ストライクになるまでは少しワイド気味にします。2ストライクになったら見逃し三振を狙うために寄ります。見逃し三振後の打者やバッテリーの動きは見ものです。打った時の打球はほとんどの場合は速いのでカメラを素早く動かす必要があります。その時に画面だけを見ていると打球を追いかけられません。自分の視野に打球と画面の両方を入れて打った瞬間にカメラを振りながらズームをワイド側に動かすようにします。送球や走塁のシーンは少し行ってる方向に動かして寄ると良いです。これらは練習するしかありません。練習は試合前のバッティングやチートノックの時にすると良いです。録画を停止するときはカメラを2秒ぐらい動かさないようにしてから止めます。納得のいく撮影は未だになかなかうまくできません。ネット越しの撮影はオートフォーカスの苦手とすることです。ネットが邪魔にならない場所のスタンドに座れれば良いのですがバックネット裏や内外野の前の方の列などはネット越しになります。ネットにピントが合ってしまうために被写体がピンボケになってしまいます。ネットまでの距離が取れる座席でもピントが素早く合いません。それらの場合はマニュアルフォーカスに設定しピントを固定しておくようにします。現在使っているビデオカメラにはマニュアルフォーカスが可能です。モニターに距離の数値も表示されるのでバックネット裏の場合は約30メートル、外野スタンド最前列からの場合は約90から100メートルにしています。スマホ利用の場合もマニュアルフォーカス機能がついているカメラアプリを使います。プログラムを終了しなければ焦点距離が保たれるものがあります。マニュアルフォーカス以外の撮影モードはほとんどオートにしています。画質は最高にするとデータサイズが大きくなりすぎパソコンでの動作が重くなります。やや軽めになるようにして撮っています。字幕を参考にしてください。今回はヤクルト戸田球場で撮影したサードゴロ、見逃し三振、フェンス直撃のツーベース、最後の打者の三球三振の動画を使って説明しました。球審は山本周平審判員です。 NPB 審判員93人目の見逃し三振撮影でした。撮影に関してはまだまだ修行中ですが機材の性能に頼りながら楽しく撮り続けたいです。ご視聴ありがとうございました。